今日の動画は身長154センチ、骨格はナチュラルとウェーブのミックス、体重はリンゴ3個分の私の春先取り1週間コーデです。前回のが好評だったので、また違うコートを着回した1週間コーデを考えてみました。前回よりも大人感増し増しで、でも可愛さも欲しいよという欲張りな女の子をイメージして組んでみました。最後までお楽しみください。月曜日です。今回使ってるコートはマウジーのノーカラーのトレンチコートです。私は S サイズを着用しております。丈感もちょうどよくて、何にでも合わせやすいのがとても良かったです。下のトップスも今回はマウジーで揃えてみました。マウジーの春服がね、色味といいデザインといいとっても可愛かったので、この前たくさん買ってしまいました。はい、アウターを脱ぐとこんな感じ。結構質問でも多く来てたんですけど、マウジーのです。で、下は細身のデニムにロングブーツを合わせて甘すぎないコーデに仕上げました。タイトめが気分の月曜コーデ、こんな感じです。このニットは春物なので、生地も薄めでとても着やすいです。あとヘアアクセサリー、これはポテテというブランドでポップアップで手に入れました。なんかね、4つで何円みたいな、そういうのがあって、それで買いました。はい、次は火曜日。火曜日のコーディネートこんな感じです。前回は大学生の1週間コーデっていうテーマだったと思うんですけど、ちょっと今回はデート服を意識してるんですよ。1週間毎日デートするわけではないんですけど、はい、そういうことです。このコーディネートのメインはこのワンピースです。リルアンビションというブランドのワンピースになります。なんかね、すごく着痩せして見えるんですよね。これスタイルアップして見えるというか、それがめちゃくちゃお気に入りです。しかも白っていうのがポイントで、やっぱ女の子ってね、白可愛いじゃないですか、着てると。なのでこれを選びました。で、オレンジのステッチが入ってるので、こうさりげないね、色の感じもあってとても可愛いです。で、今回もアクセサリーはポテテのものを使っております。でね、これ中のシャツを脱いだバージョンでも着てみたんですけど、ここのね、腰のところにリボンがつけれるんですよ。これこんな感じでリボン結びにしたり、リボン結びにせずダラーンって垂らした状態でつけるのもすごく抜け感があっておしゃれです。もうすごい夏だけどね、これこの感じは。でも春先取りということで、コートを羽織れば、まあ、なんとかなるでしょう。強行突破。はい、次は水曜日。水曜日のコーディネートはこんな感じです。今回のポイントはトレンチコートのウエスト部分についてるあれをこう斜めにかけることで、ちょっとモードっぽい感じが出るんですよ。これインスタで見つけて、わあいいなと思って真似してやってみました。まあ、結構そういうデザインにも見えるので、いい小技だなと思いました。で、今回はカジュアルな感じで組みました。中が私の大好きな田中大輔さんという方がやってるブランドの T シャツとアームウォーマーを着ております。で、さっき言い忘れてたんですけど、デートを意識したって言ってたじゃないですか。だからどこに行くのかも大事だなと思って、一応月曜日はショッピングです。で、さっきの火曜日のやつが水族館コーデで、これがピクニックコーデになります。で、この今着ているこのデニムがね、すごく形が綺麗で、私は骨格ナチュラルとウェーブのミックスって診断を受けたんですけど、同じ方にね、すごく似合うデニムだと思います。とにかくスタイルがよく見えるし、足も長く見えるように、ちょっとウエストの位置も高くなっているので、とてもおすすめです。それでは次、木曜日。木曜日のコーディネートはこんな感じです。で、どこにデートに行くかというと、これは映画館です。
ちょっと好きな映画を見に行こうよ。うん、わかった。の日です。で、コートの上にね、お洋服についてた襟を上から重ねてみたんですけど、ブルーとベージュの相性がすごく良くて、結構いい感じになりました。同じコートだけど、こうやって襟とかをね、つけるだけで、こう、見え方全然変わるので、持ってる襟あったらぜひやってみてください。で、コートを脱ぐとこんな感じです。上のトップスがリリーブラウンの、なんかね、サンウェイになるんですよね、これ。そう、まず一つ目が襟あり、襟なし、そしてここの袖の部分にボタンがついてて、取れるんですよ、ここ全部。なので、夏になるとノースリーブでも使えるよっていう万能ブラウスでした。まだリリーブラウンにあると思うので見てみてください。全体的に黒と青の組み合わせで組んでみたコーディネートでした。ちょっと遊び心もあるよみたいな。あ、次金曜日です。金曜日のコーディネートはこんな感じです。この日は夜景の見える横浜デート、夜景の見えるところでご飯を食べる横浜デートです。横浜です。このトレンチコートが結構前を開けたり閉めたりのなんかパターンがいろいろあるので、いろんな着回しができるすごいいいコートなんですよね、これ。本当に買ってよかったです。で、中のワンピースもマウジーなんです。このワンピースもすごく質問で聞かれました。なんかね、ネイビーのこのニットワンピースってあるようでないじゃないですか。私もすごいこれ形が綺麗だったので、試着室で着て一瞬で、わ、これ絶対買おうと思ってすぐ決めました。で、ちょっと大人っぽくなりすぎてるなと思った時は、アクセサリーとかでね、大人っぽくも可愛さもある感じでできると思います。次土曜日です。土曜日のコーディネートはこんな感じです。この日は美術館デートの日です。中のトップスのアイテムが最近買ったんですけど、すごくお気に入りで、もうちょっとしたら脱ぐと思うんですけど、ちょっと見えるかな、このザラのね、ニットベストなんですけど、この赤のところ何に見えますか？これウサギなんですよ。今年ウサギ年ということで、ザラに行ったらウサギのアイテムが出てたんで、あ、可愛いと思って買いました。このポテテのヘアクリップもずっと使ってるんですけど、今日のコーディネートなんかね、何にでも合わせやすいというか、これ入れるだけで、なんだろう、なんかいい感じなんですよ。で、下のスカートは前にもなんかのルックブックで紹介してたと思うんですけど、シャルルシャトンのロングスカートです。で、足のちょっとね、チラッと見えるところがお気に入りです。さっきのアームカバー合わせてみても結構いい感じで可愛く仕上がりました。なんかニュージーンズっぽいなと思って、このコーデ好きです。次、最後です。日曜日のコーディネートはこんな感じです。これはゆるっと散歩しようデートの日です。なんかさ、今見て思ったんだけどさ、 すごい無印が好きそうじゃないですか、この私。まあ、好きなんですけど、この1週間の中では一番ナチュラルな自然体って感じのコーディネートかなと思います。で、中がトップスがザラのニットカーディガンで、下のスカートがアダムエロペで買ったスカートになります。で、上のザラのトップスなんですけど、普段は XS とか S サイズを買うんですけど、このニットはちょっとルーズな感じで着たかったので L サイズを買ったと思います、確か。で、下のアダムエロペのスカートなんですけど、なんかね、ラインがすごく綺麗で、前の方がちょっと上がってて下の方が下がってるっていう形になってるので、なんかスタイルもすごい綺麗に見えるコーディネートでした。ということで、1週間のコーディネート以上だったんですけど、どうだったでしょうか。また次回のテーマもお楽しみに。バイバイ。